ご視聴いただきありがとうございます。葵と申します。よろしくお願いいたします。今回は新しい事務所とエージェント契約を結びました木村拓哉さんの今後を占っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。葵と申します。よろしくお願いいたします。今回は木村拓哉さんについて占っていきたいと思います。エージェント契約を結ばれましたよね。過去、現在、未来、対応、周囲の環境、本人の立場、結果結論を見ていきます。過去です。騎士、知らせ、作戦、前進、鳥、コミュニケーション、話す、歌う、子供、純粋なお気持ちで新しいスタート、エージェント契約を話す、伝えた、本人の立場を見ていきます。犬、信頼できる仲間、熊、母親、上司、重要な役割を果たす立場、仕事、お金という意味もあります。で、蛇、トラブル、ライバル、嫉妬、仕事のトラブル、信頼できる仲間、事務所のメンバー仲間たちですよね。仕事のトラブル、現在を見ていきます。男性、これ木村拓哉さんです。隣に山がありますね。山は高いハードル、今険しい山を登ってますよね。苦しそうに。今木村さんは追い詰められてるのかなと思います。
で、お仕事が今入ってきておりません。星、幸運、希望、チャンス、夢、才能がありますよね。で、スターです。星、輝いております。仕事の回復、星は回復という意味もあります。願われてるのかなと思います。太陽を見ていきます。太陽、仕事の成功、月、名誉、夢、ロマン、人気者ですよね。これ羊飼いなんですけど、ファンがいっぱいついておられます。で、百合、平和、満足、コツコツ努力です。で、このカードは日常の生活ですよね。昼、太陽がのある時、夜も穏やかに生活しておられます。だから木村拓哉さんは今穏やかな生活を送られてると思います。で、周囲の環境を見ていきます。本、学び、台本と見るんですが、インスタですよね。インスタグラム、手紙、伝える、メール、SNS、 この魚、これ金運があると見るのですけども、皆さんの関心が集まっておられます。で、いろいろ批判されておりますよね。で、未来を見ていきます。真ん中にクローバーがありますよね。金運という意味もあるんですよね。幸運、幸福、幸せ、希望、ラッキーなんですが、これはお金という意味があります。ネズミ、不安、ストレス、損失です。お金の損失。で、道、人生の岐路、ターニングポイントに立たれてると思いますし、立っていかれると思います。結果結論で見ていきます。ハート、愛、喜び、恋愛、ロマン、家、家族、安定、ファミリー、棺、不運、病気、不満、終わる、隠れる。ハート、性加害問題で、家、ジャニーズ事務所が終わる。ハート、愛で、こちらの家がテレビ局のいい関係が、棺、終わるとも見れますし、ハート、楽しい家族、安定した生活が棺、揺らいでるのかなと思います。木村拓哉さんのお仕事ですよね。今高いハードルがあります。ファンの方ごめんなさい。木村拓哉さんは星が隣にありますので、希望があります。前途多難な木村拓哉さんですけども、ファンの方のために頑張っていただきたいなと思います。占いはいろんな見方があります。そのことをご了承いただいたら嬉しいです。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。